信頼の、ね、あ、ちょっと待って、あれはいいの8月24日、つけてもらったんですね、お家でね。お前でつけました。はい、ありがとうございます。なので、もう1ヶ月ですよね。また出しといていいですよ、はい、24ぐらいにつけといてもらって、はい、さっきからくしゃみはしてるんですけど、先生にこの前いただいた粉風船のお薬、多分くしゃみのお薬ですね、あれ2日で治りました。あ、そうなの、うん、あ、よかったよかった。あえてあれですよね、あのこの弱い方のこれはヒステ、あのスレードじゃなくて、ね、抗生剤じゃないですね、うん、これヒス、ほんとヒステレードの消炎鎮痛、これ治ればよりいいですね。はい、じゃあ、はい、じゃあこれね、はい、あのみちゃん桜でーす。そう、だからあれがさ、グズグズしてるとさ、あのひどくなると脳性の反応ですよね。5、1、2この子なんです。え食べないのに増えてくんです。5、1、2こう、確かに大きいよね、見ても。顔がちっちゃく見える。そうなんです、顔ちっちゃいんですけど。顔ちっちゃく見える。後ろから見るとフォルムが可愛いんです。可愛いけど、もうこれ以上増えん方がいいよね。そうなんです。12月で2歳だもんね。2歳。この子1歳。この子まだ。1月で1歳かな。あ、こっち違うか。こっちじゃないか。間違えた。桜の方。うん、そうか、桜は1月、桜じゃない、1月で1歳か。もう110、そうか、この子。1月で1歳。あ、励みが12月だ。で、この間501だったんだよね。そうなんです、増えていくんです。せっかく500来たのに、難しいな、この子。この子。あ、そうですね。で、この子は、さっきも永田さんと話してたんですけど、夕方からうんちするんですね、うんうん、なので今日全く動いてないので、うんちこれからいっぱいして480いくつぐらいになると、ああするとね、うんちの仕事だったら 20グラム以上は出るんだね。で食べてるのは大体7グラム、やっぱりそんなもんだ。この子はこれにトウモロコシを6から7グラムぐらい。そうですね、トウモロコシ前と一緒だね、トウモロコシとモンプチ一粒、はい、トウモロコシ3粒とモンプチ1粒、うん、一緒。トウモロコシはもう漁るように食べるのでやめさせられなくて。いや、トウモロコシはいいけどさ、モンプチを、なんでモンプチ、モンプチで、今あのなんだっけ、グレインですか、グレインオフのやつがあるみたいで、なんだっけ、糖質、なんだっけ、穀物か、穀物なしですか、グルテンフリー、グルテンフリーに変えようとしてるんですけど、うん、普通のが好きで。で、別にグルテンフリーはさ、そのグルテンや小麦粉にアレルギーを持ってる子はグルテンフリーのやつがいいわけで、別に小麦粉にアレルギーがなかったら別にグルテンフリーじゃなくても大丈夫ですよ。何でもかんでもグルテンフリーでいっぱい出てるけど、いや、その方が体重増えないかな。チキンでって書いてあったので、それは関係ないと思いますけどね。好きなもん、まだどうせ一粒あげるなら好きなもんあげた方がいいですね。動かない、この子。この子はまとめて動きます。まとめて動く、毎日動いてる。 1日に2時間ぐらい、うん、もう部屋の中ぐっちゃぐちゃにしながら動き回ります。で、うんちを大体3、4回はしてるわけですね。そうですね、量的には全然食べみようにします。しっかり出てる。食事の時間は短くなってるわけですよね。そうですね、変わらずです。女の子だから10時間ぐらいで食べて、残りの14時間は食べないで、でも全然減らない。そうです、難しいですね、はい、あとはじゃあタンパク質をやる。で、ゆで卵を揚げたりとか、ゆで卵の白身ですね。あ、いいですね。そしたらさ、そしたらその分1グラムぐらいさ、減らしていいですよ。キャットフードかハリネズミフード。そうか、白身食べてるんですね。卵の。たまにです。たまにね。はい。はい、毎日人間が食べてくださいよ。そうすると残りを、残りの白身を、そう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 。
そんなたくさん 1g か 2g も食べるのは十分だから1g ぐらいずつ白身やってください。朝晩 1g ずつで卵の白身かお豆腐か、お豆腐食べたけどお豆腐 1g だけ。炭酸のお豆腐ももらってお試ししたんですけど、うん、食べなくって、うん、普通の人間の豆腐でいいんですよね。うん、普通の豆腐でいいですよ。あの木綿でも絹ごしでも食べるかどうかは分かりませんけど、食べてくれるなら。要はプチ断食にプラスタンパク質を取ると体重が脂肪も燃えやすいし、うん、であとは適度な運動ですけどね。まあでも一応やってるんだもんね、今の話聞いて。全然かけるよ。普通のハリネズミの反応ですよね。もっと丸くなります。診察ります。なります。みんな。そうなんだ。でもね、あんまり太ると丸くなれない子。家で丸くなる時あります？完全に。丸くして顔を見る時はありますけど、自分からそこまではないです。でかいな。あんまり太るとか要するに丸くなれんくなっちゃうからさ。でもさ、この体型で2歳過ぎると腰の病気が多いからさ、椎間板ヘルニア出ちゃうから、まあ500は切りたいよね、なんとか。そうなんですよね、うん、兄弟がいて、うん、男の子なんですけど、うん、300いくつなんですよ、親子みたいな。え、そうなの、300兄弟で、ね、男の子でそんな小さいんだ。そうなの、すっごく動く子みたいで。なるほどね。野菜は食べんもんね、だって。ブロッコリーとか人参とかはやったんですけど、人参ダメでしたね。ブロッコリーとか、ブロッコリーはやってないですね。かぼちゃとか、ブロッコリー、かぼちゃはまだやってないですね。かぼちゃが あったら1回ちょびっと 1g か 2g 試してみてください。人参、ブロッコリー、かぼちゃ、椎茸、ここら辺がいいかな。はい、じゃあ OK です。戻して普通にボイルして、うん、ボイルしてもいい、そのまんまでもいいです。そのまんまで食べてくれるから。大丈夫。はい、じゃあレボリューション出しときますね。お願いします。それで薬をじゃあ2週間だけど、まあ、2日ぐらいちょっとまあまあだったら1回止めると、止めれたらね。一応でもで薬は一応でも2週間出るんですよね。はい、じゃあこれ持ってて、こちらは洗い、こちらはそのまま。ありがとうございます。パルミション。同じ呼び方する。パルミション、抱っこしますよ。抱っこ。うん、全然平気。長田さん大好きだもんね。だからね、全然平気。本当だ、すごいじゃん。あーっと危ない。あーっと危ない。あれだ、あれだ、先生。なんでここだとピュッピッと跳び跳ねるの。先生、誰だ。いい、かわいいね、こうやって乗せれると。はい、出さない。